イメラジオ第2331回。今日は令和2年7月14日火曜日です。時刻は午前10時、横浜港北、火曜の朝となりました。空は雲いっぱいですが、ところどころ青空も見える、そんなお天気です。ずっと風が強いですね。今回も窓を閉めての放送です。夢ラジオ、今回は日本の星は桜井誠でまとまれるのか、こんなタイトルでお話します。日本の星は桜井誠でまとまれるのか。日曜日に行われた都知事選挙、小池さんが圧勝、366万票でしたか。猪瀬さんが1回400万票以上取ったという、そういうすごい選挙がありました。でもそれに次ぐ独走体制。ただし、これは当初から予定されていたことで、あまりサプライズなく、今回の都知事選挙、最も目を引くのは5位につけた桜井候補、17万8000票、これですよ。桜井さんは前回4年前で11万票ほどだったと思います。で、それが今回18万票に迫る勢い。50%ほど増加してるわけですよ。40%から50%。気の早い話になりますが、次の都知事選挙が行われて、桜井さんがもしもう一度立候補すれば、この調子だと20万票あるいはもっといくかもしれませんね。何度も選挙に出てれば、それが知名度ともなります。さて、そんな時に心よぎるのが、日本の星は桜井誠でまとまれるのか。もしまとまれるんだったら、桜井さんこそ保守の、ホープというか、期待の星というか。けれど、そうなるかというお話ですね。ちょっと答えにくいと申しますか、答えるのが難しいというんでしょうか。この夢ラジオでここんとこ、保守の分裂、特に沖縄を中心に、そんな話をしていますが、実は沖縄だけでなく、日本の保守は分裂を繰り返してきたわけです。この意味において、玉神事件の罪は大きい。60万票取った玉神候補、よし、これで保守が東京で、そして日本で結集できるみたいな雰囲気あったんですけど、使い道のわからないお金を5000万円以上出して説明ができない。で、この玉神さんをね、きっちり問いただそう、いや、守ろうみたいなおかしな分裂が起きて、で、最近に至っても、沖縄で分裂してみたいな。
日本の保守がまとまれないんですよ。以前にも話しましたが、なんで日本の保守がまとまれないのか、おそらくはお金が流れていないからだろう。これは言い方を変えれば、とりあえず日本の保守は清潔な政治をやっているとも言える。ただしその清潔な政治はすごくいいことなのですが、バックにお金がないとですね、この世の物事は政治だけでなく全て動いていかない。そして人もまとまらない。逆にですよ、お金が動くっていうのは悪いことのようでいて、正当な法にのっとった形での報酬がたっぷり行われるならば、心の中で少々何か思っていても人は集まります。これが日本の保守にはできていない。わかりやすく言うと、日本の保守はね、お金集めができない。清潔ではあってもね。で、お金集めのできた玉神さん、1億円ほどあったんですよ。集まったんですよ、下々から。で、それをさっきのようにバカな使い方をして、5000万円以上はその使い道もわからないという、まあ唖然とするような。ですから、お金が保守に集まりかけたあの時に、そのお金をむちゃくちゃな使い方をしてしまった。罪は大きい。そしてその目で見た場合、桜井さんにね、その保守をまとめる経済力あるかどうか大いにはてなとなりそうです。それはさっきから言ってるように、清潔さの裏返しであるかもしれないけれど、何度も言いますよ、政治だけでなく、この世は全てお金集まらないところに人は集まらない。当たり前ですよ。その意味において、桜井さんが日本の保守の中心になれるか、かつこの経済の面からのお話だけでなく、やはり桜井さん過激なのでね、言動が。ですから、いいこと言ってらっしゃるなと思っても、実際に桜井支持を表明するのはちょっと気が引けてという人は保守層の中にも多いはずです。桜井さんがあのスタイルで行く限り、固定客としての桜井ファンをじりじりと増やしていくことはできるし、それこそ今度またいつかの都知事選挙にお出になったら20万票30万票いくかもしれないけれど、今のスタイルだとそこらあたりが限界で、20から30あたりの得票が限界で、そこから上にはいかないんじゃないか。でもし桜井さんがかつての玉上候補の60万を超えて70万、80万、100万といくためには、どうしてもこの世の多くいる常識層というんでしょうか、過激なことを好まない、安定を志向する、その人たちにね、受け入れられるというか理解できる言動を、やんなきゃいけないんですよ、やっぱり。そして、今ね、桜井さんの言動はとっても面白いし、ね、拍手を送りたい、また留飲の下がる、そういうのも多いのですが、それはあくまでも、保守の側から見て、おお、いけいけとか、いいこと言ってるぞと思うだけで、この世の中全体から見たら、眉を潜められる、そういう言動だろうと、客観的に見て言わざるを得ません。立花候補をはるかに抑えて5位につけた桜井さん。ですから今度再び都知事選にお出になる時、この桜井さんがやはり今までと同じように泡沫候補として報道されないとなった場合、
この時にはメディアに、一定の圧力、国民からのね、圧力が加わると予想され、それは良いことだと思います。まあ、今までは桜井を報道しないメディアというのも、泡沫候補をいちいち取り上げることはできないという、その返事で片付けられたけれど、前回選挙で5位につけてるじゃないか、18万票近く取ってるじゃないか、これのどこが泡沫候補なんだ。ですから、次桜井が出るとき、その桜井に対してメディアがどういう報道をするのか、これもとっても見もので、ですから、そういう場を作り出したという点においても、今回の桜井の、躍進、これは意味はあるでしょう。桜井さん、今回の選挙で街宣をやりにならず、テレビ凱旋やってらっしゃいましたね。あの方式で桜井さんへの支持が集まるんかと私は思っていました。凱旋やってこその桜井じゃないのかと。けれど、蓋を開けてみたら、もう40から50%増に至る、得票増。しかもこれをほとんど取り上げない。やはり話題にならない。これが桜井が躍進したということが話題にならない。立花を大きく抑えて5位につけてるってことが。日本の保守、今もうちりぢりバラバラな状態で、今回桜井さんが躍進したとはいえですね、所詮18万票なんですよ。ってことは残りの保守どないなってんねんって言ったら、それこそ沈黙して分裂して、そして選挙行かないか、じゃなかったら小池さんに入れたかということになります。世間一般から見た場合、小池さんも保守と見られているようですが、保守には見えない。自民党が推してるという理由で保守かもしれないが、保守には見えない。そもそもの自民党が、そうです、保守政党ではない。その意味において、今後日本の保守と呼ばれる層、実はここが一番真っ当な正論を述べてるんですよ。この日本の保守と呼ばれるところが一番真っ当な正論を述べていて、実は左翼の理論っていうのは、憲法、安全保障、経済、どれ見てももうガタガタなんですよ。本当はね、隙だらけなんです。けれど、じゃあなんでその左翼がまとまれるんか、ここまでのお話聞いていただければある程度お分かりになるでしょう。夢ラジオ第2331回、今回は日本の保守は桜井誠でまとまれるのか、お話しいたしました。火曜の朝です。